MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国国会のムンヒサン議長は、2019年2月、昭和天皇を戦争犯罪の首班と呼び、そのご子息である上皇様が、元慰安婦に直接謝罪すれば問題は解決すると、無礼極まりない発言をしました。日本政府は、この発言を受け、即座に、ムンヒサン議長に対し、謝罪と撤回を求めましたが、日本側が求めている撤回や謝罪には応じない考えを示した上で、謝罪すべきなはがせず、私に謝罪を求めているのは、ぬすっとたけだけしいと、理解不能な反発をしました。しかし、日韓関係が修復不可能になりそうな時に登場したのが、韓国が大好きで、2015年、ソデムン刑務所でひざまずいて謝罪したことで、韓国では超有名人。日本では忘れられた宇宙人。その名は、鳩山由紀夫元首相。この鳩山氏とムンヒサン議長が、食堂で会話中になぜか、謝罪をしたそうです。このことを韓国が誇るクオリティペーパーである中央日報が記事にしていましたので、一部を引用してお伝えいたします。ムンヒサン国会議長は、日本側から大きな反発を起こした自身の天皇謝罪発言に関連して13日、日本国民に謝罪の意向を明らかにした。ムン議長は、この日、ソウル、ヨイドのある食堂で鳩山由紀夫元首相に会って街頭発言に対して、その発言で心が傷ついた方々に申し訳なく思うと話したと議長室が明らかにした。鳩山元首相は、ムン議長の街頭発言について、韓国人の立場では納得できるが、日本人にとっては、天皇まで取り上げたのは失礼だと考えられる問題と指摘し、ムン議長は、全面的に共感すると話した。日本は、公式外交ルートで、ムン議長の謝罪と発言の撤回を要求したが、ムン議長は、自身の持論であり謝罪することではないという立場を明らかにしてきた。だが、この日、ムン議長が日本側に謝罪の意向を明らかにしたことに対して、韓日関係の改善のために、ムン議長が決断を下したものという見方が政界から出ている。ちゃんちゃらおかしな話ですね。ルーピーハトポッポに謝罪した？日本では、小野寺元防衛相に頭の中に国賊という言葉がよぎったと言われ、歴史教科書問題では、2001年に訪問した韓国ソウルでの記者会見で、扶桑社発行の中学歴史教科書について、歴史というものの事実を日本側にとって美化しようとしたことは明らかと、日本の歴史を否定し、韓国の捏造された歴史を肯定するなど、日本にとってはまさに国賊という言葉が、ふさわしい人物に謝罪したところで、今更、何ともなりませんよ。謝罪するなら、公式ルートで、正式な謝罪文を送付してくるのが筋です。ムンヒサン氏も、上皇陛下への謝罪要求で日本国民を怒らせて日韓関係が悪化して追い込まれ、仕方なしの言い訳じみた謝罪としか受け取れませんから。あくまで、ハトポッポとムンヒサンの個人的会話なので、全く意味がありません。反対に大変失礼な発言とも受け取れますね。公式では言えない。痴漢派で韓国をよく知る知識人と称される宇宙人に何を言っても無駄でしたね。これまで通りに、日本は韓国を無視し続けるのが妥当ということです。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。